move. どうもハヤトです。ヘイ、今週もやってまいりました YouTube チャンネルなんですけれども、今回はですね、ゲーム実況はちょっと置いときまして、ちょっと挑戦をしてみようかなと思うんですけれども、今ね帰ってきたばっかりで、ちょっとまあ腹ペコなわけですよ。なんでコンビニでね、なんかご飯でも買って帰ろうと思って、まあちょっと作るのもね大変だから、まあコンビニで済ませようかなと思ってコンビニ寄ったら、うーわこんな絶対面白いじゃんっていうのがあったんで買ってきました。それもこちら、ペヤング激辛マックスということなんですけれども、僕すごいね辛いのが苦手なんですよね。うちのリーダーのジェイさんは本当に辛いのが得意なんですけど、あとタカも得意だね。スキートはちょっとまあ普通かな。俺は苦手なのよ。なんでだけど、まあ、ちょっと YouTuber あるあるみたいなとこあるじゃないですか。激辛とかさ、コーラ、メントスコーラとかさ。なんでまあ YouTuber になったからには激辛はやっぱ通らなきゃいけない道だと思ったので、今回お腹腹ペコリーナーなんですけど、ペヤング激辛マックス挑戦したいと思います。作るということで、ペヤング作っていきたいと思います。この顔やばくない？だってさ、もう超辛そうじゃんこんな。って言ってるよね、多分辛すぎて。開けてね、早く。これか、激辛ソース。うわー怖え。よしで、ソース入れてるの。あとお湯沸かさな。スイッチオン。お、ここはいい日だよ。ブツブツ言ってきたよ。僕ね、今ね、こう見えてね、口の中に口内炎がね、4つぐらいできてるのよ。だからこの辛いもの食って直してやろうかなっつって。逆に刺激与えほったらペッ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 。ね、逆に刺激与えた方がなんか治りそうだなと思って。まあ、怖いんですけど。激辛ソース。怖いよね、でもね。激辛苦手なんだよな、マジで。お、来るか来るのか来るのか来るか、お、いいぞ、来るか来るのか、おー、来た、入れます。お湯を入れました。はい、入れました。そしたらもうこれもこう乗っけてね、待つだけですよ。3分だよね。3分待ちます。はい、ということで3分経ちました。お湯を切ります。お湯切りましたよ。まあこの時点ではまだね、普通のペヤングですよ。よし、オッケー。まああとはね、こっからなんですけど、激辛ソースぶち込んでいこうと思います。怖え。うわ、あ、あれ、なんか思ったより普通のペヤングな色してるけど、なんか普通のソースじゃんみたいな色してる。え、なんかいけそう。激辛って言うてもそんなになんじゃないのって。なんかね、美味しそう。はい、完成完成、ペヤング激辛マックス完成です。はい、ということで、ペヤングできました。美味しそう。あ、でも辛そうな匂いするけど、意外とそんなになんか俺でも食べれそうな感じの匂いではある。ただ俺の口内炎がどこまでこう痛めつけてくるかっていうところが、まあちょっと気になるところではあるんですが、まあ万が一激辛すぎてやばいって時のことを考えて、僕はこんなものを用意しました。ジャグバーリ。今なんか金のキョロちゃん2倍アップキャンペーンやってるらしいんですけど、これは普通のやつです。普通の。あと甘いカフェラテ、いざいただきます。うわ、怖え怖え。まあでも腹ペコだからすごいお腹は鳴ってんだけど、すげえ怖えな。まあまあこの量だから食べきれないことはないでしょ。いただきます。もうがっつりいこう、がっつり。いただきます。あー、辛っ、カレー。あ、口内炎やばい。あっつ、あっか。あ、口内炎やばい。これあ、めっちゃ辛い、これ。あー、カレー。でもね、辛いけど普通に、あー、カレー、辛いけど美味しい。すげえ美味しい。辛いけど美味しい。これ全然美味しいわ。けどカレー、めっちゃ辛い、これ。あ、でもこれ辛いのが好きな人はこれ多分めっちゃ美味しいと思うけど、カレー甘っ、辛っ、甘っ、あ、甘っ、辛っ、甘っ、甘っ、辛っ、甘っ、あ、辛いわ。汗かいてきた。
鼻の下ビジョビジョになってきた涙出てきた涙出てきた、カレー激辛カラーしてっからな、俺も激辛カラー、激辛カラー、銀伝ゼル出ない、辛いよ、あ、カレー、あ、これ辛いわ、最初ね、いけるかなと思ったけど、カレーはこれやっぱ勢いが大事だな、これ、あ、口内やばい、辛いよ、熱い、熱い、汗やばい、あと一口、あ、ごちそうさまでした、完食しました、辛い、汗がすごい、あ、辛いよ、チョコボール、あ、死んじゃう、もうなくなっちゃうの、やばくない、あ、マジでまだカレーよ、あ、辛い、食べてる最中は全然美味しいんだけど、食い終わった後がやばいね、これ唇真っ赤、口内超痛い、治りそう、マジこの辺明日治るわこれ、いやでもね、こう普通に美味しい美味しい美味しいレベルの辛さなんだけど、やっぱ後引くね、辛さは、はあ、汗が止まんね、はい、ということで、今回は激辛ペヤングに挑戦しました、まあ圧勝だね今後ね、僕にやってほしいことがありましたら、ぜひコメントで教えてください、基本何でもやるんで、ペヤング美味しかったです、ごちそうさまでした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また来週。